日本軍と連合軍の海戦初期、太平洋の空は日本海軍の零式艦上戦闘機、通称零戦の天下であった。1940年7月、日本海軍に正式採用された零戦は、中国大陸重慶上空で中華民国空軍のソ連製戦闘機を相手に撃墜27機、損失ゼロという鮮烈なデビュー戦を飾り、大陸の制空権を握った。卓越した機動力と攻撃力を誇る零戦の前に、連合国の機体はまるで歯が立たず、物量や工業力に勝る米軍の戦闘機ですら、当初は次々と撃墜されていた。1943年までのアメリカ海軍は、1940年に配備された艦上戦闘機 F4F ワイルドキャットを主力機としていた。ただワイルドキャットは装甲と操縦性に優れていた反面、零戦に機動性で負けていたことから、初戦は苦戦を強いられた。米軍パイロットは上官から、雷雨とゼロを見つけたら退避せよと警告されることもあったという。まさに天下無敵の活躍を見せた零戦であったが、ある戦闘機の登場で状況は一変し、最強の座を奪われることになる。その戦闘機というのが、ゼロキラーと呼ばれたアメリカ海軍の後期主力戦闘機 F6F ヘルキャットである。次世代機までのつなぎだった現在でこそ零戦の天敵と評されているヘルキャットではあるが、実際のところはアメリカの主力機になるどころか、開発の予定すらないはずの戦闘機であった。ワイルドキャットの性能不足は米軍も承知しており、1938年にはすでに後継機の開発を始めていた。ただしここで開発が始まった戦闘機はチャンスボート社製の F4U コルセアであった。コルセアは時速700キロを超える高速性と優れた機動性を実現した高性能機だったが、コクピットが後方にあることで着艦時に前方視界が悪くなり、低速では機動性が悪化し失速する危険があった。これらの欠陥を修復するため開発は長期化。そこでコルセア完成までの穴埋め、もしくは開発中止時の予備機として開発されたのがグラマン社のヘルキャットだった。高性能機を目指したコルセアとは違い、早期に開発を成功させるためにヘルキャットはワイルドキャットの性能を向上させる形で設計された。一から設計するより既存の機体をベースとする方が早期の開発が可能となるからだ。そういった姿勢が功を奏して、1942年6月には初飛行に成功。1943年初頭には早くも初の実動部隊が編成された。手堅い設計で早期配備を実現した反面、ヨーロッパなどアメリカ国外からの評価は現在でも高くはない。日本はまだしも同盟国にすら評価されていないのだ。その原因は堅実な設計を重視したがためにヘルキャットが無個性な機体に仕上がったためである。ヘルキャット最大の長所は頑丈で操縦が容易なことにある。燃料タンクを主翼から機体中央に移し、装甲板で覆うことにより生存性がはるかに向上。コックピットの位置を高めにしたため前方視界も良く、大型の主翼が採用されたことで操縦性も上がり、未熟なパイロットでも飛行や空母への離着艦がしやすくなった。さらにヘルキャットは従来のワイルドキャットのエンジンが1200馬力だったのに対し2100馬力という強力なエンジンを持ち、最高速度は時速 594km。 日本側で実戦配備が始まったばかりの零戦52型よりも約 30km 有速である。わずか 30km ではあるが、空戦で有利な体制にするためには極めて貴重な速度差である。弾丸の初速が速く、威力の大きい 12.7mm 機銃6艇を主翼に装備、パイロットを保護するため背面に堅牢な防弾板と自動防漏タンクを備え、速力、上昇力、運動性、あらゆる点で大幅に性能がアップしていた。しかしながら時速 700km 超のコルセアと比べるとかなりの低速で、機動力でも零戦を上回れず、生存性を重視した機体はまるで鉄柱に翼をつけたような不格好極まる姿になった。そればかりか、堅実で無個性なヘルキャットは盆作機のレッテルが貼られることもあったという。そんな盆作機がアメリカ海軍の救世主になろうとは一体誰が想像しただろうか。1943年8月31日、マーカス島空襲にてヘルキャットは初陣を遂げた。この戦闘では零戦との対決はなかったが、その後の航空戦では機体の優位性を日本軍に見せつけた。堅強な構造は機体への負荷が大きい。一撃離脱戦術を可能にした。一撃離脱戦術とは、目標となる敵機を見つけたら上空から一気に襲いかかって射撃を浴びせ、敵の前に出るより先に急降下のまま逃げていく方法である。これは格闘戦で勝てない相手にも対等に戦える可能性があった。さらにヘルキャット2機以上が1組となり、零戦の機動力の隙を突く察知戦法により確実に仕留めていった。ヘルキャットは思いが頑丈で、小回りが効かない代わりにものすごいスピードが出る。いくら日本機が真っ向勝負しろと挑んでも、雲間から突如襲いかかってきて一撃を加えた後消えてしまう。零戦では追いつけない。そんなに熟練した腕があろうと、これでは勝負にならない。零戦はパイロットの多くが格闘戦に固執し、
極限まで軽量化された脆い機体は少しの攻撃で炎上、無理に急降下したら空中分解する可能性があった。まさに正反対の存在ともいえるヘルキャットに冷戦は当然苦戦を強いられた。この機体が登場した1943年後半からは日本航空隊の悲劇追数が加速度的に増加。ヘルキャットは名実ともにアメリカ海軍の主力機となって、ピーク時の生産数は月に約650機を数えるまでになった。1943年9月19日、米機動部隊が突如としてマーシャル諸島の南に位置するギルバート諸島に来襲。この米機動部隊が搭載した艦載機はワイルドキャットからヘルキャットに更新されていた。この戦いが冷戦とヘルキャットとの初対決となった。冷戦は機数が圧倒的に足りない上に離陸直後という不利な体勢から果敢に空戦を挑んだ。結果は冷戦16機が撃墜され、ヘルキャットの損害は6機に過ぎなかった。これは少なくとも敵戦闘機に対しては優勢を保っていると信じられていた冷戦の神話が崩れ去った瞬間であった。この頃、飛行隊長周防元就大尉が志賀義雄大尉に書き送った手紙には、相手は新手、速力上昇力ともに手強い相手だ、ゼロではもうどうにもならぬ、次を急いでくれと早期の新型機投入を願う切実な思いが綴られている。その後、大東亜戦争は日本の降伏でアメリカの勝利に終わった。対戦を通じたヘルキャットの総生産数は約12,200機、日本軍機の撃墜数は約5,100機を数えた。これは米軍全体の撃墜数の約 50% に相当する数字である。これには戦争末期のパイロットの練度も関係する。被弾すると炎上しやすく、その結果として墜落に至る冷戦とは異なり、防弾に優れ火がつきにくいヘルキャットは被弾多数でボロボロになりながらも帰還した例が少なくない。そのような状態での緊急着艦で機体が全壊しても、頑丈なコックピット周りのおかげでパイロットは無傷というケースが多々あった。こうして生還できたパイロットは自身の経験値を上げると同時に、同僚に自らの経験を伝えて部隊全体の練度の向上にも大きな役割を果たした。その結果、ベテランパイロットが続々と失われ、経験不足の新人が乗るようになった冷戦を前にも増して撃墜するようになっていくのである。無論冷戦とヘルキャットを一概に比較して優劣を断定することは難しい。それには場合分けが必要であり、それぞれ得意な戦場領域がある。しかし戦場を選ぶ権利は基本性能が高い方にあることは言うまでもない。例えば戦闘機にとって大切な上昇力は、ヘルキャットは毎分915メートル、冷戦52型は毎分1000メートルと低空における上昇力は冷戦が勝っている。しかし5000メートルあたりにおけるそれはヘルキャットの方が良くなる。そのことからアメリカのパイロットは低空で空戦に入ると格闘域を中高度に引き上げるように努力した。まずこの高度で巡航飛行をしたり空戦したりすることはなく、5000メートル付近におけるエンジンの能力を最高度に発揮させることがアメリカを優位に置く鍵とされた。一方、数や性能で劣る冷戦であるが非常に善戦したのも事実である。冷戦を達人が使って初めて進化を発揮する日本刀というならば、ヘルキャットは凡人が使っても相手を倒し、実用性一辺倒の銅弾抜きと言えるであろう。